How do you repair a slice?今回は、フェイズではなく、グライスが出てしまう疑問に対して、これが原因ではないかなという点が2つあったと思います。その自分のグライスになってしまう原因を対処すべく練習方法をお伝えしたいと思います。1つ目は、つま先が開いてしまう。そういう、つま先が開いていませんか?というお話をしましたが、これを直す練習方法として、これは自分の機会の範囲で、アドレスではないですが、練習方法としてお伝えします。アドレスをしたときに、この左のつま先をわざと内側に入れる。内側に入れることで壁ができます。この壁がつま先を開くなり、原因にも練習方法になります。ですので、練習場やコースなどで、つま先が開いていたというお客様は、一度つま先を内側、少し内側、これだけで開きにくくなります。その代わり、壁が今までなかったのに、壁ができるので、ちょっと苦しいです。でも、その割ったつま先を、中に入れることで全然違いますので、この練習方法を信じてください。